帰りなさいです。Hey!
どうだ、山岸。黙っていて困るのは君だぞ。恨んで拘束してるわけじゃない。無意味な戦いを避けたいだけなんだ。千鳥は？またか。どういうつもりだ、純平。彼女、なんか言いました？いや。俺に話させてください。イオリ、君はどうもこの件では冷静でいられないようだな。どうかしたのか？それは、正直わかんねえっす。襲われたのもわかってる。けどなんかほっとけないっす。お願いします。純平くん。たく。どの道、私たちでは手詰まりのようだ。いいぞ、話してみる。です。元気だったか。スケッチブック取られなくてよかった。ここでも絵描いてんだ。絵を描くのだけはやっぱ本当に好きなんだな。関係ない。喋った。こんな絵私以外には理解できないし。おい千鳥、腕。ちまたか。山岸、急ぐ。なんすかこれ、なんで違う。自分でやっちまうんだ。クソ、危なそうなものは取り上げたつもりだった。自分で。理由はわからないが、放っておくとすぐそうするんだ。もっとも信じられない中速度のせいですぐに治ってしまうようだ。話して。じゃあ、あん時の手の傷も君が自分でやったのか。言っとくけど、心配してくれなんて言ってないから。あんたの勝手な早合点でしょ。やめろって。やっちゃダメだ。心配とかして言ってんじゃない。やってほしくないんだ、千鳥に。そんなことさ。すぐに医師が来る。もう戻れ。はい。喋れるじゃないか。